近鉄バファローズのホームスタジアム藤井寺球場。昭和3年に作られたこの球場も今シーズンその役割を終える。今から7年前の89年、バファローズは当時日本一のチームであったライオンズを破り、前年度の雪辱を果たした。そしてこの球場で最初で最後のシリーズが行われた。相手はジャイアンツ。藤田監督のもと、この年のジャイアンツは84勝というリーグ記録を残し優勝。大井にとってはジャイアンツと5度目のシリーズ対決となった。過去4度の対戦は西鉄ライオンズ時代にまで遡る。三原監督のもと、怪童中西太志、鉄腕稲尾和久ら個性豊かな選手の中に扇明もいた。彼らはその豪快な野球からノブシ集団とも呼ばれていた。ノブシだ、豪放来楽だと言われたんでね、みんな子供は18歳ですよ。我々震えながら野球やっとったもん。物静かで誰とでもわすというかね、うるさい、まあ、1、2年仕事の先輩だからね、うるさいのが上におった中で、どっからも好かれるというね、藤井寺球場で始まった日本シリーズ。この年20勝を挙げたエース斉藤が、そして桑田が猛牛打線の餌食となっていった。最後までもつれたリーグ戦の勢いに乗ったまま、バファローズは地元で勝利を重ねた。第3戦、バファローズの先発は加藤。結構楽しんでましたね。で、俺は原さんに投げたんやみたいなね、ジャイアンツに対して、まあ、ああいう場で投げれるっていうのがすごい、なんか、まあ、いい記念になるというか。舞台を東京ドームに移しても、加藤の前にジャイアンツ打線は沈黙を続けた。3連勝、バファローズはシリーズに王手をかけた。試合後、あまりにも不甲斐ないジャイアンツに対して、別にとりあえずフォアボールだけ出さなかったらね、まあ打たれそうな気しなかったんで、まあ大したことなかったですね。この言葉がシリーズの流れを微妙に狂わせる結果となる。あまりね、だからパリーグ自体がそのテレビ中継っていうのがあんまりないからね、だから普段から結構言ってるんですよね、もっとひどいことを。相手が違えばこれだけ騒がれるもんかっていう、逆にびっくりしましたけどね。試合の終わった球場では乾いた打球音だけが響いていた。ドームで迎えた第4戦。どうもおめでとうございました。リーグ優勝、負ける気がしませんね。いやもう勝負だけはね、やってみなきゃ分かりません、本当に分からんですよ。もう後がないジャイアンツはこの年7勝の高田をマウンドへ送った。加藤さんのああいうコメントがあって、みんな逆に燃えたっていう部分があったんじゃないですかね。ちょっと巨人が弱すぎるっていう、あれで本当にみんな火がついたと思いますね。高田は130キロのストレートに70キロのカーブを織り交ぜてバファローズ打線を翻弄。3安打に抑え、ジャイアンツの危機を救った。翌第5戦、ここまでシリーズノーヒットであった主砲原の打球はレフトスタンドへと吸い込まれていった。満塁ホームラン。決着は再び藤井寺へと持ち越された。3連勝した時点でゴルフの予定とかいろいろ入ってましたからね。で、東京ドームであと2つ続けて負けるっていうことを考えてなかったんで、みんなキャンセルしてたんじゃないですかね。だから藤井寺に帰る時には多分ちょっとやばいかなっていうのをみんなが思ってたんじゃないですかね。この年シーズン中何度も逆転勝利を重ねたバファローズ。しかし勝運はすでに相手へと傾いていた。3勝3敗で迎えた第7戦、決着の日、先発は加藤、
そしてこうだ。勝たなきゃいけないチームですもんね。優勝、そして日本一にならないとファンは納得してくれない。17度目の優勝を目指し、長い歴史の中で戦ってきたジャイアンツ、過去日本一の経験がなかったバファローズ、勝つことを宿命づけられているチームとの差が最後に出たのかもしれない。終わった後に僕インタビューというかね、そういうことは何も聞かれなかったんですけど、でももし聞かれてたらジャイアンツは強かったって多分言ってましたね。3連勝、しかし4連敗。監督として初めて挑んだ日本シリーズ、ホーム藤井寺に舞ったのはブルーのユニフォームであった。終了後、大木は何度聞かれてもその試合を振り返ろうとはしなかった。そして今シーズン、相手は再び、まだ福祉もジャイアンツですね。やっぱり因縁ありますね。やっぱり宮原さんがそういう導いてくれたんか、筋を引いてくれた人生を我々が歩いてるようなもんでね、まあ素晴らしいゲーム展開にしたいと思いますね。それで勝てると思いますわね。ライオンズからバファローズ、そしてブルーウェーブへとパリーグ一筋で勝負してきた男は、ジャイアンツと6度目のシリーズを迎えようとしている。ですからこの大木監督のジャイアンツに対する思いっていうのはかなり深いものがあるかもしれませんね。まあ、今大木さんが何を考えていらっしゃるかはよくわかるような気がしますね。うん、いやこんだけみんなで日本シリーズ盛り上げといてね、結局この系列じゃ中継しないんですからね。残念ですね。考えてみればバカみたいなもんですけど、やっぱり日本シリーズ今やんないわけいかないしね。そうですね。ああ、盛り上がってますから。ニュースステーションでは公示の日から私の投票基準という新しい